皆さんこんにちは。僕の名前はリクです。一緒に日本語を勉強していきましょう。一つ目の言葉は、鉛筆。鉛筆。鉛筆は書くときに使うものです。次。教科書。教科書。次。消しゴム。消しゴム。てか待って。やっぱ前髪絶対上げた方がよくない？もう、やばい。大丈夫だね。いいのこれで。うん。めんどくさいね、聞いてたら。最初から？そうです。だって、ノー。ノーカットでやるんでしょ。なんか自己紹介するねって。皆さんこんにちは。僕の名前はリクです。一緒に日本語勉強していきましょう。はじめのワードは、鉛筆。鉛筆。鉛筆は書くときに使うものです。次。教科書。教科書。次。消しゴム。消しゴム。次。シャープペンシル。シャープペンシル。次。電子辞書。電子辞書。次。ハサミ。ハサミ。次。文房具。文房具。次。ボールペン。ボールペン。ボールペンは書くときに使うものです。次。ホッチキス。ホッチキス。次。ケーキ。ケーキ。次。食料品。食料品。次。飲み物。飲み物。次。靴。靴。次。靴下。靴下。次。シャツ。シャツ。シャツは着るものです。次。スーツ。スーツ。スーツも着るものです。次。ズボン。ズボン。次。セーター。セーター。次。T シャツ。T シャツ。次。服。服。次。ワンピース。ワンピース。次。椅子。椅子。椅子は座るものです。次。インテリア。インテリア。次。家具。家具。次。机、机。次。テーブル、テーブル。ベッド、ベッド。次。本棚、本棚。次。携帯電話、携帯電話。次。電子製品。電気製品。次。店。店。次。入り口。入り口。
次。色。色。次。こちら。こちら。次。デザイン。デザイン。次。バレンタインデー。バレンタインデー。次。あげます。あげます。次。送ります。送ります。次。教えます。教えます。次。貸します。貸します。次。出します。出します。次。習います。習います。次。もらいます。もらいます。次。青い、赤い。青い、赤い。僕の元カノの名前は青いです。嘘です。これで半分でいいんでしょ。